チャンネル登録者数2022年に行くまで毎日茨城の豆知識をアップする。どうもオスペンギンの山中隆俊です。さあというわけでございまして、こちらは、チャンネル登録者数が2022人になるまで、毎日茨城の豆知識を、このチャンネルでアップしていくという企画でございます。というわけで今回の豆知識はこちら。茨城面白研究所。さあ今回私がご紹介する茨城県の豆知識は、茨城栃木に乾杯、しかも大差ででございます。ちょっとちょっと、なんか穏やかじゃないですよ。そうですね、これはですね、まあ、これだけ聞くと、まあ、特に茨城県民、茨城ファンの方はね、はい、まあ、特に栃木とのライバル構図、はい、よく語られますんで、はい、ふざけるなと。ああ、そうですね。いう方いらっしゃると思うんですけども、はい、これはもちろんなんかこう県の良さとか、はい、県の素晴らしさで対決したものではなく、お、茨城県内の名字のランキングでございます。はい、名字好きですね。そうですね、はい、一回調べるとね、いろんなことに気づきまして、これちょっと何個か取らせていただこうと思いまして、まあね、この実は茨城県内の茨城さんという名字、はい、まあ、茨城だったりもするんですけども、はい、はですね、約茨城県内に60人いらっしゃいまして、うん、これが、茨城県のランキングでいうと3209位でございます。はいはい、言ってましたね、はい、約60人なんですけども、うん、じゃあ栃木さんという名字は、なるほど、茨城県内にどのぐらいいるのか、はい、これがですね約280人いまして、順位は1363位なんでございます。ああ、ね、いるんだ栃木さんの方が。そうですね、だから約2000位の差をつけて、まあ、栃木さんに負けてしまった。まあ、人数でいうと約280対60というね、かなりの大差で負けてしまったというだけでございますんで、栃木県に負けたわけではございません。はい、よし、あしからず。なるほどね、はい、なので、まあ、栃木県民の皆さんもね、うん、まあ、この動画を見たからといって茨城県民に対して変なマウントを取ってくるのはやめてください。そうですね、はい、ただの名字のお話でございます。はい、まあ、どちらもあんまりお会いしたことないかな。いやですし、ね、やっぱり何がすごいって、ここから読み取れる茨城の良さってのはやっぱありまして、はい、茨城県民、茨城県と栃木県ってやっぱライバルみたいにね、よく言われるじゃないですか、うん、どうしても、はい、敵対関係みたいな、はい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 、なのに茨城県内ではね、栃木さんという名字の方を280名も約ね、うん、受け入れてる茨城県民って懐が深いなというね。いやいや、もともとそのバトル構図がもうエンターテインメントだ。あ、そうですね。まあというわけでございましてね、今後もね、茨城さんも、はい、栃木さんも茨城県民としてね、みんな仲良くしていただければと思います。はい、というわけでございまして、皆さんチャンネル登録、高評価、グッドボタンお願いいたします。はい、ということでね、今回名前出ました栃木さんの、はい、茨城さんの、もちろんチャンネル登録はマストになりましたので、よろしくお願いいたします。まあ、なんならこれはもうやっぱりね、こうサムネかなんかを見たら、うん、一瞬栃木県民の方すごい喜んでくれたと思うんですよ。はい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 、なので栃木県民の皆さんもぜひチャンネル登録しちゃってください。そうなると大きい目標達成です。で、我々栃木大好きです。はい、実は栃木大好きです。急に込み出していいんじゃない。